元気ですか？うん、ぼちぼちです。こんばんは。今日は珍しく温かいお茶を飲んでまーす。じゃーん。お姉ちゃんが入れてくれました。かわいいカップでしょ。ありがとう。あったかいお茶ありがとう。不思議の国のアリス、ディズニーに前、いつだろう、何年前かな、めっちゃ前に行った時にスーベニアカップっていうのでもらいました。マシュマロありがとう。姉起きてますよ。マシュマロハートありがとう。呼んだら来るかな、どうだろう。明日はあのドラさんイベントがあります。ドラさんミーティング、来る？お待ちしてます。バンキッシュ、ありがとう。何するの？なんかいろ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 するマジいろいろする。いろいろドラさんのいろいろ情報がなんて言ったらいいんだろう、いろ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 ですいいよ、ありがとうございます。うんうん、教えて少し。うん、なんか今までのあのドラさん総集編です。今まであんなことあったよね、こんなことあったよね、ドラさんいろいろあったね、総集編ドラさん総集編いろいろ、あんなことこんなことあったよね、うん、です。でありがとう。ざっくりこんな感じ、まあ、最後の3人でのイベントですからね。そうですね、4月20日がまあ卒業、おきちゃん卒業最後だけど、なんかイベントとしてはもう多分ラスト、3人ラストですね。
ありがとう。ソラハがカメコシに行くらしいけどってどういうこと？ソラハって何人かいるの？怖い。ソラハがカメコシに行くって言ってるらしいんだけど、なんかコメントでめっちゃ来る。ソラハが明日カメラ撮るらしいよ。ソラハってなんか何人かいるのかもしれません。もしかしたら、ん？ソラハはスタ、え、ステージじゃないとこにいるのかな。ありがとうございます。ステージから撮るのか？え、みんなのことを撮るってこと？まさかの？あ、みんな、逆カメコね。みんなが、みんなを撮る感じね。はい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 。そういうこと？え？勘弁してください。ありがとう。明日歌ありますか？いや、言うて明日歌は、そんなめちゃくちゃではないです。本当に。ポンポーンです。はい。歌自体はそんなないです。ポンポーンです。あるならペンライトと持ってくって。 ありがとう。うちはウキ、ありがとうございます。ありがとう。明日はお久しぶりの衣装を着ようと思います。なんかマジでこの衣装いつぶりみたいな衣装を着ます。ありがとうございます。多分みんな何の衣装かわからん。泣いてる。なんかさ、私さ泣いてないんだけどさ、なんか目がうるうるしてるらしいんだよね。なんか全然泣いてないですよ。大丈夫だよ。泣いてないですよ。泣いとるように見える？全然泣いてない。泣いてない泣いてない、本当に。画面が瞳に映ってるよ。いやー、その画面にまた映って。
なんかさ、春って季節あんまやっぱ得意じゃないなって思ったんですよね。なんかすごいね、なんか変な気持ちになるんだよね。ありがとうございます。春生まれ、お姉ちゃんにも言われた今日、なんかあんたもうすぐ誕生日やみたいな言われて、確かにと思って、誕生日は来ません。いつが得意？いや、あの、なんか私夏苦手なんですよ、めっちゃ。なん、もう暑くて溶けちゃう、本当にバテちゃう。だから夏は本当に得意じゃないんですよ。で、春は情緒が不安定になるんです。で、あの、冬は寒くてもう本当に凍えてもう本当ダメだから、冬も得意じゃないんですよ。で、まあ秋、まあ、ワンちゃん、あの11月はダメ、もう寒いから。秋短、そうだから、年々秋が短くなってって、多分もうあの何年後かには秋がありません。秋じゃなくなります、三季になります。梅雨の時期もう頭がパヤパヤしちゃって、もうダメダメダメ、湿気よくないね。僕らの春夏秋冬、春夏冬、ああ、秋がなくなった。それはダメだ。秋はね、好きっちゃ好きかも。秋はなんか匂いが好き。飛行機雲の歌詞を変えんといけん。秋から冬への途中。秋が。秋、金木犀、確かにいい匂いだもんね。秋から、夏から冬になる。夏から冬への途中。帰ってきて、秋。もう春は本当に情緒不安定になるって、本当になんかこれ誰か研究 で絶対出てるって、絶対同じく今そんな人いそう。
出会いと別れの季節。入学式とかその時期だもんね。卒業式。春はいつも眠くなる。え、大丈夫だ。私は春じゃなくても全部眠いよ。もう夏も眠いしね、秋も眠いし、冬も眠い。もう全部眠いから。今日暑かった。え、でもね、あったかかったね。うん、あったかい最近。え、いつまであのモコモコとか着る？まだ着てるよね。みんなで揃えようよ。今揃えとこで、今日から脱ぐって日決めとこ。なんかさ、嫌じゃん。なんか周りはさ、着てないのに自分だけ着てたとかだったら嫌だから、今決めよう。何やった？コートもう脱いだ？まだモコモコ着とこう。みんな、みんなまだモコモコ着といて。ダウンはもうあれ？ちょっと暑いかな。何？全国つつうらうらえぞって言われた。何？つつうらうらっていっぱいってこと？どういうこと？何？ちょっと私がわからない言葉使うのやめてよ。何？住んでるところによる。確かに。それは盲点でしたね。住んでるところによりますね。確かに、北海道の人からしたら、そんなの勝手に決めるなよって感じですよね。それはそうですよね。あ、それぞれってこと？沖縄？え、沖縄もう夏なんじゃない？もう半袖なんじゃない？沖縄の人いますか、ここに。沖縄の人、もう半袖ですか？海開き？え、もう泳いでんの？嘘でしょ？ねえ。じゃあ、あの、ねえ、じゃあ、うん、本州の人で揃えよう。まだモコモコは着るって約束して。私も着るから。私結構寒がりなんだよね。だからさ、まだあったかい格好しとこう。本州、でかいか。そうだよね。気にするな。まだ寒いよね。でも最近お散歩日和だなと思う。めっちゃあったかい。前までは寒くて歩けんかったのが、今は歩ける。もうすぐね、開花するらしいしね、桜。うん、桜。私がさ、インスタに上げてた桜はもう咲いてたんだよね。
あの桜、なんか早咲きの桜らしくてさ、そう、なんか早めに咲いてる桜を見に行ったんですけど、今年、え、そうだよ、もうめ、あの2月の、え、いつだっけ、早かったんだよ、2月に桜なんか咲いてないだろうって思ってたら咲いてて、え、そう、菜の花も咲いてて、バリバリお花見スポット。そう、早かった。あと2分。おやすみって言われ始めた。千穂ちゃんの、千穂ちゃんの誕生日、3月17日。千穂ちゃんの誕生日だよ。日付超えたら。超急いで LINE する。誕生日あさかさん、ココさん、ビタミンさん、ピロミンさん、きなぺこさん、もともちさん、ぼんちゃんさん、シーサーさん、くもねパパさん、カロさん、おっさんでさむさん、ミッキーさん、かめきちさん、ありがとうございます。おやおや、おやおや、うん、みんなまた明日見てくれてありがとう。短い時間だったんですけどありがとうございます。おやすみなさい。また明日、明日はイベントで会いましょう。あ、明日は日曜日です。また明日です。秋から冬への途中、僕たちは明日、おやすみ。